モービル湾の海戦は南北戦争中1864年8月5日に行われた海戦である。デビッド・ファラガット海軍少将,将が指揮する北軍艦隊が陸軍の支援も受けてフランクリン・ブキャナン帝督の指揮する小さな南軍艦隊とモービル湾入り口を守っていた3つの砦を攻撃した。この戦闘は ファラガットの無謀とも言えるキライハラを突入するという決断で様相が変わった。その嫌いによって鉄装甲のモニター艦が一石沈没させられたばかりの決断だった。北軍艦隊はキライハラを通過し海岸にある南軍砦の大砲射程範囲からも逃れた。その後、南軍艦隊を装甲艦の CSS テネシー1艦まで減らした。 しかしテネシーは退却せず、北軍艦隊全部を相手に戦った。テネシーの走行は、優れたものであり、受けた砲弾によるよりも敵艦に与えた損害の方が多かったが、数の不利までは覆せなかった。テネシーは、最終的に動けない戦隊となり、北軍艦隊に反撃することもできなくなった。その後艦長が降伏して、戦闘は終わった。 海軍の支援がなくなった陸上の三つの鳥でも数日中に降伏した。モービル湾下流部全体の支配権が北軍に移った。モービルはミシシッピ川より東のメキシコ湾岸で南軍が支配していた最後の重要港であり、それが閉鎖されたことで北軍による海上封鎖の最終仕上げとなった。 北軍はこの戦いに勝利することで、アメリカ連合国に残された三つの海溝のうちの一つを封鎖したことに加え、陸上では同時期にアトランタを占領しており、北側の新聞で大々的に扱われ、3ヶ月後に予定されたエイブラハム・リンカーンの再戦に大きな弾みがついた。1861年のモービル・ワンズ、下左に島のゲインズ取り 湾入口の東岸にモーガン取り出が見られるモービル市は、モービル湾最奥部近くにあり、モービル川と転送川が合流して、メキシコ湾に注ぐ天然の良好だった。湾の長さは約33マイル、下流部の最大幅は約23マイルである。下流部は、春節を行わなくても外洋船が通ることのできる、水深があったが、ドッグ川川口より、 上流は浅くなって、喫水の深い船舶は、モービル市に近づけなかった。湾港の東は、細長いサスのモービルポイントがあり、ボンセカー湾とメキシコ湾を分け、ボンセカー側が注いでいる。この陸地は、モービル湾に入る海峡で終わっており、平和な時代に、外敵からモービルを守るために、アメリカ合衆国政府が取り出を築いていた。 海峡を挟んで、西側は、ドーフィン島に始まる一連のバリア諸島に続いている。ドーフィン島の北西に、リトルドーフィン島があり、一連の小さな島の間に、モービル湾に入る二つ目の海峡、グラントの海峡がある。ドーフィン島の南にもいくつかの小島や浅瀬があり、モービル湾入口より、南10マイルほどのモンド地となっている。海戦初期に、 アメリカ連合国政府は海岸全体を守ることはしないことに決めたが守備を最も重要な港と港湾のいくつかに集中させることにした。1862年4月にニューオーリンズ港を失った後はメキシコ湾東部でモービルが唯一の守るべき主要港となった。モービル市はその後メキシコ湾における封鎖破りの中心になった。 アメリカ連合国とハバナなど、カリブ海の港との貿易の大半はモービルを通じて行われた。封鎖を破る試みが数回行われたが、その効果を継続させられるほど大きなものではなかった。この戦争で、北軍海軍を最も当惑させた出来事は、1862年9月4日に、襲撃艇 CSS フロリダが封鎖を破って、モービル湾に入ったことであり、 さらに1863年1月15日には、フロリダの湾からの脱出を許していた。西メキシコ湾封鎖戦隊の戦隊長、デビッド・ファラガットは、その指揮を任された時に、モービル市とニューオーリンズ市を占領する指示を含めた命令を受けていたが、初期は、ミシシッピ川下流への作戦に暴殺され、モービル市と港は注目されていなかった。 それが変わったのは1863年にビックスバーグが陥落してからだった。北軍戦略の遅延に乗じて南軍は湾入口のモーガントリデとゲインズトリデを強化することでモービル湾の守りを固めた。さらにより小さなパウエルトリデを建設してグラントの海峡の水路を守った。グラントの海峡は柱など障害物でも守られ、それが潮流を ヘロン海峡に反らせる効果があった。ゲインズ取出陸軍モービル市とモービル湾は、ダブニー・モーリー少将が指揮するアラバマミシシッピ、東ルイジアナ軍管区に入っていた。モービル市には、軍管区本部があったが、モーリーは湾港にある砦を直接指揮は取らず、この海戦や、それに続く包囲戦の時もモービルになかった。指揮官代理は、リチャード・エル・ページ巡将に委ねられていた。 モービル湾を守る南軍の主要なものは3つの砦だった。モーガントり出は1834年に建設された石造り構造だった。46門の大砲が置かれ、そのうち11門は戦場砲だった。守備兵は約600人だった。モーガントから海峡を隔てたドーフィン島にはゲインズ、砦があり、大砲は26門、守備兵は約600人だった。 ページがいないときは、チャールズ・ D ・アンダーソン大佐が指揮した。ワンの聖誕にはパウェル砦があり、3つの砦の中では一番、小さく、大砲は18門、守備兵は約140人だった。ページがいないときは、ジェームズ・ M ・ウィリアムズ・中佐が指揮した。3つの砦はすべて後方からの攻撃には、大砲が守られていないという欠陥があり、 さらにパウェル砦とゲインズ砦には適切な策がなかった。守備兵の数は実際に戦闘可能だった数字を示しているわけではない。戦況は下降戦をたどっており兵士たちの士気が悪いという報告がなされていた。その質を判断するのは難しいが少なくともこの海戦における守備兵のお粗末な対応を一部説明できる。 南軍のガブリエル・ジェイ・レインズが指揮する機雷管理局はこの受動的な武器を使って防御としていた。機雷管理局の兵士は湾口に67の機雷を配置した。海峡の東側に機雷のない隙間があり、風彩破りやその他有効的な船舶が港に出入りできるようにしていた。機雷腹は V で表示されており、北軍指揮官のファラガットはそれをよく知っていた。 嫌いの目的は、必ずしも敵艦を沈めるためだけではなく、敵船がモーガン取り出とその砲台の方向に舵を切る、容姿し向けることが重要だった。海軍フランクリン・ブキャナン提督南軍の海軍も、与えられた時間を防御の改善のために使った。湾内には、伝統的な種の、小さな、側外車砲艦3艦がいた。これに加えて、 鉄走行昇格艦 CSS テネシーがおり、搭載大砲は6門だけだが、その走行によってはるかに強力な戦闘艦だった。テネシーはアラバマ川沿い、セルマの町近くで建造された。その大砲は、K2 アップロジャー・ジョーンズ海軍中佐の指示で作られていた。ロジャーズは1862年3月9日の有名なハンプトンローズ海戦で、 北軍の USS モニターと戦った南軍の総交艦 CSS バージニアを指揮していた。ハンプトンローズ海戦の初日、フランクリン・ブキャナン帝督がバージニアを指揮していたが、負傷した。ブキャナンはその日の働きで南軍では初の帝督に昇進した。そのブキャナンがこのモービル湾で小さな船体を指揮した。 テネシーはその機械類や大砲を装備する前に、モービル湾に浸水し、その後に完成された。観光してからは、ドッグセンサー州を横切りモービル湾下流に入る、必要があった。テネシーの喫水は13フィートあり、サスの水深は、満潮時でも9フィートだったので、サスを通すためには造船所で、キャメルと呼ばれた一組のケーソンを作る必要があった。 これらのケソンを潜伏に取り付けて、水を抜き、かろうじてサスを通過するだけ浮き上がらせた。1864年5月18日、テネシーは無事モービル湾下流に入った。テネシーは南軍がモービル湾下流に投入した唯一の装甲艦だったが、他にも、検艦計画はあった。ブキャナンは八艦は欲しいと思った。その中には1体の浮きがあり、 それで北軍の海上封鎖を破り、ペンサコーラを攻撃し、さらにはニューオーリンズ港の奪還まで考えていた。しかし、南部の製造と輸送の施設ではこの大掛かりな計画に対応できなかった。計画されていた艦隊の一部は、モービル湾下流が奪われた後に、モービル市を守るべく完成したが、最も必要な時にはそこにいなかった。それでも、ファラガットが、 海上封鎖を維持しようという作戦に緊急性を与えることになった。海軍木造艦14隻鉄装甲モニター艦4隻、デビッド・ファラガット、当時は少々モービル湾で北軍艦隊を率いたのはデビッド・ファラガット少将だった。アメリカ海軍はこの戦争の2年目に組織の変更を行い、その一つが少々の位を創設したことだった。 この新しい階級は海軍の艦船が艦隊の一員として配属されるのであり、単に共通目的を持った艦船の集まりではなくなったことを意味していた。この攻撃艦隊を構成する艦船にはいくつか特徴があった。艦船の幾隻かは戦争が始まった時に存在すらしていなかった。選別された18艦の中で8艦は昔から 木造尖閣の艦であり、その原則に多くの大砲を搭載していた。そのうちの四艦、すなわち USS ハートフォード、USS ブルックリン、USS リッチモンド、USS おなイだは戦争の始まりから西メキシコ湾封鎖戦隊に属しており、ミシシッピ川での戦闘に参加してきた。USS ケネベックと USS イタスカという、 小さな砲艦2隻もニューオーリンズ占領以来、ファラガットに従ってきていた。USS ガリーナはこの時他の艦と同様な外観だったが、元は実験的走行艦として始まっていた。その走行が助けになるよりも邪魔になることが分かり、外されていた。USS オクトララ、USS メタコメット、USS ポートロイヤルの3艦は、 両島線であり、内陸河川の曲がりくねった水路を航行するために、戦中に開発された。最後の4艦が、新しい海軍の代表である、鉄装甲モニター艦だった。このうち、USS マンハッタンと USS テクムセは、最初の USS モニターを改良したものであり、単一の砲塔に2門の代表があった。USS 地下層と、USS ウィニベーゴの2艦は、 喫水の浅い川用のもので砲塔が2機あった。それぞれ大砲を4門搭載したが、マインハッタンなどと比べて、小口径のものだった。陸軍モービルワン陸戦隊、ゴードングレンジャー少々式南軍の砦を占領し、保持するためには、陸軍の協力が必要だった。西ミシシッピ軍管区を指揮しており、ファラガットが、モービル攻撃の作戦で共同しようとしていたのは、 経験のある、エドワード・リチャード・スプリッグ・キャンビー少将だった。軍管区の他の部隊から5000名を調達すれば、モーガン砦の背後に上陸して、モービル氏との連絡を立つことができると計算していた。しかし、その計画は縮小された。陸軍総司令官のユリシーズ・グラント将軍が、当時重要な段階に差し掛かっていた、バージニアの戦線に送るべく、 舞台に緊急招集をかけたからだった。キャンビーは2000名を超えては動員できないと考え、それでは大きな砦を攻めるには十分でなかったが、ドーフィン島の砦ならば占領でき、それによって湾内の艦隊やメキシコ湾の支援部隊との接触を保てると考えた。キャンビーとファラガットは、モービル市を脅かすことはできないかもしれないが、モービル湾下流を支配することで、 封鎖艦隊の利用には大きな方便となるので攻撃作戦を止めるべきではないと判断した。艦隊と上陸部隊の通信が必要となるのでキャンビーはその信号部隊の兵士をファラガットの攻撃部隊の主要艦船に配置することを提案した。ファラガットはこの提案を了承した。この一時的に任務の異なる兵士を混ぜ合わせることが 戦闘中に極めて有用であることが分かった。1864年8月3日、ゲインズ砦包囲戦に備えて、1500名が、砦の西約15マイルで、ファラガット戦隊の一艦から保護されながら上陸した。この部隊は、イリノイ第77志願風評連隊、アイオワ第34志願風評連隊、オハイオ第96連隊から抽出した。 不評部隊であり、また、メリーランド第三志願騎兵連隊からの騎兵も置いた。ゴードン・グレンジャー少将が、この文献隊の総指揮官となり、8月4日、夕方まで行軍して、ゲインズ取り出から、半マイル足らずの位置に残豪を掘り、三平線を形成した。戦闘のスケッチ、1864年8月5日ゴードン・グレンジャー、少将指揮下の上陸部隊は8月3日に、 攻撃開始できる状態だったが、ファラガットは4番目の装甲艦である USS、テクムセの到着を待とうとした。USS テクムセはすぐにも到着する予定だったが、ペンサコーラ出港で遅れていた。ファラガットは装甲艦3艦と陸軍だけで進行する決断をするところだった。陸軍は海軍の意図を誤解したままドーフィン島の岸に上がっていた。 艦隊はまだ動き出す準備ができていなかったので、守備隊はゲインズ取り出に援軍を走らせることができた。戦闘が終わった後で、ファラガットはこの遅れが実際には北軍に有利に働いたと判断した。この援軍はそれほど大きなものではなかったので、戦闘にさほど影響を与えず、降伏した中に含まれることになったからだった。陸軍が上陸する中、遅ればせながら、 テクムセが到着し、ファラガットはその艦隊の最終的な配置を決めた。木造尖閣の艦14艦は2艦ずつロープで結ばれた。これはルイジアナ州ポートハドソンでファラガットが使った戦術の再現だった。その意図は、もし1艦が機関に損傷を受けて動けなくなったとしても、他方がそのまま引いていけるというものだった。装甲艦が一列をなし、 海峡の右側、モーガン取に近い方を通って湾に入ることとされた。その他の艦船は別に2列渋滞を形成し、装甲艦の左舷側を通り、取からの攻撃から、装甲艦が遮蔽となって守ってもらうものとしていた。南軍の艦隊が予想通り現れた時は、装甲艦が南軍の装甲艦 CSS テネシーの攻撃に動き、 残りの艦は、足の速い砲艦と戦うこととされていた。ワシントン DC のアメリカ海軍記念館にある、この海戦の記念名番8月5日夜明け、条件は攻撃のために、理想的に近いものとなった。潮流が湾内に入る方向だったので、ファラガットは、蒸気圧を減らさせ、ボイラーが損傷を受けた場合の被害を最小にしようと、した。 速度は潮流に任せることにした。南西の微風があり、艦隊の大砲から出る煙をモーガン砦の砲兵の正面に吹き寄せる状態だった。装甲艦テクムセを先頭に、マインハッタン、ウィニベイ後、地下層が続き、艦隊は砦に接近した。テクムセの沈没第二列の先頭はブルックリンであり、奥タララと、計測されていた。ブルックリンは前向きに砲撃できる。 全面砲を4門搭載しており、他の大型艦船は2門だけだったので、ブルックリンが先頭に立った。さらにファラガットが、その報告書で、廃焼機と呼んだ機雷を排除する装置を取り付けてもいた。それに続くのは、ハートフォードと、メタコメット、リッチモンドとポートロイヤル、ラッカワナと、セミノオール、モノンガヘラとケネベック、オシピート、イタスカ。 同いだとガリーナという組み合わせだった。南軍の艦船は攻撃の用意ができており、嫌い腹を北軍艦隊が通過するのを阻止できる位置に動いた。午前6時47分、テクムセが最初の砲弾を放ち、砦がこれに応えて戦闘が始まった。ブルックリンを除く第2列の艦船は南軍艦船の砲撃に対抗できなかったので、砦への砲撃に集中した。 おそらく砦からの砲撃が鎮圧されたので、北軍艦隊が受けた。損傷の大半は、南軍艦船からのものだった。戦闘開始から間もなく、テクムセが砦の下を過ぎ、テネシーに向かった。明らかにそれが受けていた、命令の一部に従ったものだった。艦長のジュニスエー・ムクレーブン海軍中佐は、嫌い、原の東に止まるよう指示を受けていたのを無視したか。 忘れており、直接嫌い腹を横切る方向に持っていった。ほぼその直後に嫌いが、テクムセ尖閣下で爆発し、艦は浸水し、に、3分のうちに沈んだ。114人の乗組員のうち21人のみが、救助された。クレーブンも助からなかった方に含まれており、その決断について言い訳する機会がなかった。ブルックリン艦長のジェームズ・アルデン海軍大佐は、 明らかに矛盾する命令に混乱していた。命令は、装甲艦の左舷に止まり、また嫌い、腹の右手に止まることになっており、右舷の装甲艦がなくなった今は、矛盾が生じていた。アルデンは、時間を停戦させて、ファラガットに指示を求める信号を送った。ファラガットはその期間を停戦させなかった。艦長のパーシバルドレートンに、ブルックリンを回り込んで、 ハートフォードを列の先頭につけるよう命じた。このことで今テクムセを沈めたばかりの嫌い腹に進むことになったが、ファラガットは嫌いの大半があまりに長く水中にあったので機能しないという確信があった。その賭けが成功し、14艦全体が無傷で嫌い、腹を通り過ぎた。テネシーは北軍艦船が通り過ぎるときに、 昇格攻撃を行うには、速度が出なかった。ファラガットは、艦隊の小さく速度の速い方艦に、南軍の方艦3艦の攻撃を命じた。ハートフォードと繋いでいたロープを解いた、メタコメットが、敵艦のセルマを捕獲した。方艦からの砲撃がゲインズに命中したので、海岸に座礁していなければ沈没したものと見られた。その後乗組員が火をつけて燃やした。 モーガンは、何の抵抗もできず、モーガン砦の大砲から保護される水域に逃亡した。次の夜に停泊する、北軍艦隊の横をすり抜けて、モービル市まで逃げていった。ファラガットは、CSS テネシーがモーガン砦の大砲から保護される、水域に行くと予想しており、その間に時間を止めて、ワン中央で受けた、損傷の具合を見ようと考えていたが、グキャナンはただ一巻で、 北軍艦隊全艦に対抗することを決断した。2年前のハンプトンローズの海戦では、昇格攻撃に成功していたので、それを繰り返すつもりだった可能性がある。ブキャナン自身は、その決断について説明しなかった。この時テネシーが面している艦船は動いており、一艦ではなく三艦の総甲艦と戦う必要があった。 テネシーの速度が敵艦よりも鈍かったのでむしろ、昇格攻撃の目標にされた。北軍艦船の数艦が、昇格攻撃を試みた。そのうちの一艦、モノンガヘラはそのために選手に、鉄製の保護物をつけていた。しかしその昇格攻撃のどれも、テネシーを傷つけられなかった。どの場合も攻撃した艦の損傷が大きかった。ファラガット艦隊からの砲弾は、 テネシーの走行に跳ね返されたが、テネシーからの反撃も、性能の劣った火薬と多くの失火のためにその効果が得られなかった。最後は2艦の走行艦が接近した時に形勢がはっきりしてきた。テネシーはすでにほとんど動けなくなっていた。煙突が吹き飛ばされ、ボイラーの圧力を上げられなくなっていた。火事の鎖が外れて火事取りもできなかった。さらに、 訪門の扉のいくつかが壊され、その背後の大砲は使えなくなった。地下層がテネシーの戦尾につき、マインハッタンがその15インチ砲で昇格を壊し始めた。砲弾が鉄の装甲を曲げ、背面の大くざを破壊していた。砲弾の破片で乗組員の何人かを殺し、また負傷させた。その犠牲者の中には、武家南提督自身も入っており、 足に重傷を負っていた。もはや戦えなくなったテネシー艦長のジェームズ・ D ・ジョンストン中佐は負傷したブキャナンに降伏の許可を求め了承された。テクムセが最初の砲弾を放ってから3時間以上が経過していた。南軍艦隊の抵抗がなくなったのでファラガットは取り出に注意を戻すことができた。装甲艦地下層を送ってパウェルに数発の砲弾を放たせ。 続いてゲインズ砦に向かった陸軍の支援に向かわせた。どちらの砦も大した損失も損傷もなかったが、砲撃はそれらが、後方から攻撃された時に弱いことを明らかに、するには、十分だった。パウェル砦では、ウィリアムズ中佐が、ページ順庄に指示を求めていた。ページの回答は曖昧なものであり、気概のある部隊を扱うものであれば正当化されたかも。 知れないが、パウェル砦の兵士のように指揮の落ちた部隊に発せられた時は悲惨なものだった。その命令は、もはや耐えられなくなれば、守備兵を救え、できる限り長く死守しろとなっていた。ウィリアムズ中佐は抵抗しても無益だと確信したので、大砲を釘止めにし、弾薬庫を爆破させた。ウィリアムズと守備兵は水中を歩いて本土に渡り、モービル市に向かった。 ゲインズ砦のアンダーソン大佐は、少し長く持ちこたえたが、より恐ろしい敵に直面することになった。グレンジャー隊の勢力ははるかに上回っており、守備隊の誰が見ても対抗できないものだった。北軍兵は、砦まで、十分近いところまで大砲を運んできており、しかも、ドーフィン島の砂丘の陰に隠れて、自部隊は攻撃されがたい位置にあった。ファラガットの艦隊が、 湾に入ってきた時に発砲した敵の大砲2門を手に入れ、それを反対に向かせることもできた。北軍が取り出を占領した後で、これを検査した公平士官の判断では、我々の攻撃に対して全く弱く、効果的でない。その全面、側面、後面全てを相手にしなければならない。としていた。事態が絶望的だと判断した。 アンダーソン大佐は急戦の旗の下に、グレンジャーや、ファラガットとの交渉を始めた。ページからは降伏することを禁じる命令を受けていたが、これを無視し、最終的に指揮官から降りて、8月8日に、鳥でともども降伏した。モーガン鳥での城塞、モービル湾の海戦に続く降伏後に存在が分かった2008年の、モーガンリで、城塞を再建せずに壊した。 一部は、エンリコット放題になっている、ゲインズ砦が降伏してから間もなく、グレンジャーは部隊を、ドーフィン島からモーガン砦背後の本土につなぐ細い、陸地に移した。モーガン砦の大砲射程に入らない約4マイル、離れた地点に抵抗もなく上陸した。即座に、砦の状態が調査され、モービルシトの通信手段がすべて遮断された。グレンジャーは取に対して、 通常の工場法に取りかかった。すなわち残豪あるいはその他の防御線を構築して対象に近づいていき、最後はその壁を破って突撃で奪うというものだった。最初の防御線はすでにあった。鳥出の守備隊が準備していた残豪線であり、何らかの理由で放棄されていた。鳥出から1400ヤードの位置にあり、少し遠かったが十分役には立った。 さらに並行した防御線が大した障害もなく作られた。工作者は砂丘の陰で働くことができた。この工作が進んでいる間にウィニベーゴ、地下層、マインハッタンの装甲艦3艦が時折艦砲射撃を行っていた。これには8月5日に捕獲したテネシーが修繕され、USS テネシーと解明されて加わった。この期間の進行に、 最も障害になったのは天候だった。8月20日の暴風が、しばらくの間作業を止め、停地には水たまりができた。8月22日には、工場用迫撃砲16門、様々な大きさの大砲18門、及び艦隊から、砦りが1日中砲撃された。総甲艦とテネシーは、短い射程から、その他の艦は、 遠い射程から発砲した。取の中では、ページ順位章が、砲撃によって、火薬庫が危険にさらされることを恐れていた。そこには8万ポンド、36トンの火薬があった。この危険性を避けるために火薬を持ち出し、水につけさせた。その夜、城塞の気憶が、火事になって、火薬庫が、本当に危険な状態になった。この火事で、砲撃の精度を増させ、 大変な努力で消し止められた。8月23日、ページはこれ以上の抵抗が無意気だと考え、残っていた大砲を釘止めさせ、あるいはできるだけ破壊するよう命じた。午前6時、白旗を上げるよう命令し、包囲戦は終わった。この戦闘に関する逸話はいくらか劇的なものがある。例えば、ファラガットは、モーガントリデカを通過するときに、 自身の体をマストに縛り付けた。そのイメージが伝えるものは絶対的な決断である。戦闘中にその上官が沈み始めたならば自身も共に海中に入ったことになる。しかし事実はもっと平凡なものである。ファラガットは実際にメインマストの作具に自身を縛り付けたが挑戦というよりも警戒のための行動だった。この行動は 戦闘が始まり、大砲の荘園があたりに漂った時に起こった。ファラガットは戦闘の様子をもっとよく見るために、ハートフォードの作具に登り、間もなく墜落すれば、フグになるか死んでしまうような高さまで来た。これを見た、ドレートン艦長が、水夫にロープを持たせて、提督の体を縛り付けさせた。ファラガットは、気にするな、大丈夫だと言って抵抗したが、 スイフは艦長の命令に従い、ロープの一端を前の横製作に縛り、それを提督の体に巻きつけ、他の一端を後の横製作に結んだ。後に CSS テネシーが北軍艦隊に単独攻撃を挑んだ時、ファラガットは水ン作具に登った。ドレートン艦長はこの時もその安全性が気になり、 艦隊副指揮官のジェイクリッテンデン・ワトソンに、再度ファラガットを縛り付けさせた。ファラガットは、この戦闘中に作具に二度縛られたことになった。第一次世界大戦で、兵器長望を呼びかけるポスター、モービルアンのデビッドファラガットを登場させた、本海戦の最も有名な逸話として、次のものがある。テクムセが前を横切ったために、ブルックリンが減速したところ、 ファラガットはなぜ前進しないのかと尋ねた。これに対し進路に嫌いがあると答えたところ、ファラガットは嫌いが何だと言ったというのである。この話が初めて出版物に現れたのは、開戦から何年か後のことなので、一部の歴史家は実話かどうか疑っている。伝承には何通りかあるが、中にはありそうにないものもある。 最も広まった話は、ブルックリンに向かって、嫌いがなんだ。前進、と叫んだというものだが、現場にいた人々によれば、大砲の騒音の中で、そのような会話が聞こえたか、疑わしいという。もっとありそうな話としては、もし事実とすれば、ハートフォードの艦長に、嫌いがなんだ。金読んだだ、ドレートン艦長と言ったというものである。その後、ファラガットは、 ハートフォードの原則に係留されたメタコメットの艦長に向かい、前進だ、ジュエット、前速だと叫んだ。これらの言葉が時を経て変化し、嫌いがなんだ、前速前進という今日よく知られる形になった。この戦闘の前まで陸軍と海軍は全く異なる信号方式をとっていた。海軍は色付けの旗で通信文を 分割送信してから解読するという面倒な方式であり、陸軍はアルバート・ジェイ・マヤー大佐が最近開発した、はるかに単純なウィグワグと呼ばれる手旗信号を実験していた。艦隊がモービル湾で安全を確保した後で岸にいる陸軍と通信する目的で、設立間もない信号司令部から陸軍の信号兵が発出され、ファラガット艦隊の主要艦船に乗り組んだ。 この信号兵は必要とされるまで邪魔にならないよう待機することになっており、例えばハートフォードではグの助手として甲板の下に配置された。ブルックリンがテクムセと嫌い腹の困難に遭遇したとき、ブルックリンのアベリー艦長は命令の明確化に関して海軍信号の伝達速度に不満を覚え、陸軍の信号兵に頼んで質問を機関に送らせた。 これを受信するため、ハートフォード側でも、陸軍兵が、甲板に呼び出され、以後戦いが終わるまで、そこに止まった。彼らの貢献は後に、ファラガットから感謝された。モーガン砦が降伏した後、北軍は、そこの大砲がすべて、釘止めされており、砲艦や物資が破壊されていることが分かった。その損傷の多くは、白旗が挙げられている間になされたと考えるものが、 いた。それは当時理解されていた、戦争のルールに違反するものだった。この信念が強かった、キャンビー少将は正式な告発を行い、ページはニューオーリンズで裁判にかけられ、3人の委員会が告発内容を検討した。その証拠を調査した、裁判所は告発された内容で、ページが無罪だと判断した。モービル1の改選は、 南北戦争における陸軍の標準からはそれほど流血の多いものではなかったが、海軍の標準からはそうだった。少なくとも、ニューオーリンズのジャクソン砦及びセントフィリップ砦の戦いや、ハンプトンローズの海戦よりは流血の少ないものだった。北軍艦隊は150名が戦死し、170名が負傷した。一方南軍は12名が戦死し、 19名が負傷しただけだった。北軍の陸軍は損失が非常に軽かった。モーガントリーデ包囲戦では1名のみが戦死し、7名が負傷した。南軍の損失は明白になっていないが、わずかに多い程度と考えられている。モービル市の近くに北軍が居続けることで、南軍最後の絶望的な作戦に影響した。 モーリーは自軍に対抗する勢力が攻撃には不向きだと理解したが、モービル氏を失うことになれば、大衆の士気に大きな打撃となるので、大砲や予備部隊を他の任務支援に送ろうとはしなかった。このことは、当時アトランタ方面作戦を実行中の北軍、ウィリアム・シャーマン少将にとって特に重要だった。モービル氏がまだ征服されずに残っているので、 パラガットの勝利の意義は、北部の世論にそれほどの影響を与えていなかった。時が過ぎて、その後の北軍による勝利が加わると、戦争は、収束に向かっており、この戦闘の意義が大きくなっていった。アトランタが陥落すると、歴史家ジェームズ・エム・マクファーソンの言葉では、モービルワンの勝利を思い返し、致命的なワン・ツー・パンチの最初の打撃として、 突然新たな重要性を帯びてきたとしている。北部の暗雲が晴れ、戦争継続の住民投票とみなされていた、エイブラハムリンカーン大統領の再選を確かなものにした。モーガントリデを占領して、モービルアン下流に対する作戦は完了した。キャンビーとファラガットはすでに、ドーフィン島に上陸する前に、モービル市を攻撃できる戦力は持っていないと判断していた。 さらに、テネシーを下流まで持ってくるために苦心したドッグセンサーがあり、ファラガット艦隊が上流に行くことを妨げていた。実際に、モービル氏が陸海共同攻撃に屈したのは1865年4月のことであり、この時、ファラガットはヘンリー・系サッチャー少々と交代していた。モービル氏は戦争の最後の日々に陥落した。 南北戦争期の戦闘とその後の経過で多くの南戦が湾の中に今でも残っている。例えば、アメリカンダイバー、CSS ・ゲインズ、CSS ・ハンツビル、USS ・フィリッピ、CSS ・フェニックス、USS ・ランドルフ、USS ・テクムセ、CSS ・タスカルーサである。ありがとうございます。